一番でかいのどのくらいだった？あの大島かおるさん。カオルちゃんがもう、いや、そういう人、そういう人いた。いました、いました。パンツの中でトグロ巻いてる。いや、そこまでは見てないですけど、やっぱ、ちょっと大きくなった時しか、あれです。どれぐらい、本当に大きくなったの？これおかしいでしょ。でかすぎます。どれぐらい？どれぐらい？これぐらい？いや、入りきらないぐらいです。入りきんの？奥まで入らないぐらい。とりあえず持った時に両手は使うかな。でもね、深く入るようになるんだよ。メリって言うの。マジで？メリって言った。本当に？いや、私、最初、もう本当に大きい人無理で、もうすいませんって言ってたんだけど、もうなんか、そういう、もうその人しか無理みたいな時があって、で恐る恐るこうしてたんだけど、グってなった時にね、メリって言ったの。あ、エロ本の音って本当にするんだって、メリメリみたいな。で、そこから別にそんな、そこからもうスコ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 第二視聴膜が破れたの。あら、そうだからなるよ。嘘、うん、いや無理。今から電話してみない。誰メリって言わせて。いやだったら大島かおるさんちょっと試してみたいです、ね、本当。しかしゲスな番組ですねこれね。もうくれぐれも動かそうがただ見ないように部屋でこっそり見たい今週のムフフ女優は前回イタリア人ですからね。そうなんですよ、今回は。はい、まあ、日本人です。日本人、そんな毎回毎回、まあまあそうですよね、はいはい、ですがかなり自信のある子を用意いたしました。マジですか。ご紹介しましょう、はい、私が推薦する本日のムフフ女優さん牧原まなちゃんです。おい、はい、どうもどうも、はじめまして。よろしくお願いします。ちゃんと教えを守ってどうもどうも入るんだよって言われたのを教えを守って、はい、そムフフじゃないでしょ。お母さんと一緒とかでいそうだもん、出てそうだもん。歌のお姉さんって感じするね。本当に？いや、歌は歌えないんです。歌歌えないですか？はい、歌歌えます。歌歌えない。何が得意なんだ？カスタネットとか。カスタネットは得意ですか？一応音楽で。あ、そう、はい、国語算数理科社会どれが得意？どれも苦手です。どれも苦手、はい、英語はイングリッシュできないんですよ。イングリッシュできない、はい、おねルーさんから。ちょっと待って、俺だんだんなんかいじめっ子みたいになってきちゃうからやめてくれろ、ほんと。はい、でも図工は得意です。図工どこ？粘土とか砂とか、うん、上手です。丸めて食っちゃうんだろう、粘土。食べない。食べないですか？そんな話ですか？なんで魚拓さんはちょいロリオリの子が来るとなんかお父さんみたいな。いやなんかリラックスさせてあげようっていう。あ、なるほど。言っちゃっていいですか俺。はい、先輩に目の前にいて緊張してるってさっきから、はい、なるせのいつもねこうやってね私が悪くなるように言うの。お前先輩のなんか威厳が強すぎるからみたいな言い方してだって足組んで足組んでないですよ。こんなになってなんビビるよな。いやいや、そうだ、大丈夫です。この面ですよ、ビビるの。一番ビビるのどっちが怖い？うん、どっちも怖くないですよ。100点満点の答えです。向こうのギャルが一番怖いんだよ。もうギャルじゃない、すげえ笑ってる。あの真っ黒だった昔、真っ黒っすよ。ナルセ先輩、後輩マナちゃんのスペックプリーズ。スペックをご紹介します。はいはいはい、シリーサイズはですね、上から90、58、92のZカップでございます。すごいね。グレートの G です。Zカップ？はい、なんかここまでなっちゃいました。ここまでなっちゃいました。マグリ抜いちゃいましたみたいな。ちょっと食べ過ぎちゃったみたいで、いい感じのところに着きました。全然大丈夫ですよ。はい、レア子役体験なんかあるんですか？あ、今回ございます。今回短いんですけど。知ってるよ、図工の時間とかでしょ、どうせ。レア子役伝ってもっと短いです。なんすか？息子の嫁です。あら、どういうシチュエーションなんですか、その息子の嫁って。本当そのまんまで、はい、旦那さんのお父様に。